佐々木美代子さん、当時16歳。爆心地から約3キロメートル離れた宇品町で被爆しました。いやその日は母は千田町におりました。うん、あのそれというのは8月6日に千田町が全員疎開することになってたんです。 でうちは特に父があの軍用トラックを頼んでくれてたんです疎開するのにだから母は前の日から行ってあの家の中を片付けてトラックが来るのを待ってたんですだからトラックもどっかで原爆にあってもね来れなかったしで待ってたあの母も祖母もやけどしたんです 一番電車が何時なんでしょうかね芸備線、ね。それに乗ってあの私は広島駅妹は川内村ですから矢口で降りて矢口から渡し船で川内村へ渡って動員でミシンを見に行ったんです私はもう。 女性に入ってたから広島駅へ行ってそれから宇品線に乗り換えてで,旦那で降りて学校行ったんです、はい。校長先生のお話があるというのでもうみんな行道に入りました、はい、明日からみんなはねまたあの松代動員だからお国のために頑張るようにというお話だったと思います。 で8時から始まって多分お話は10分ぐらいあったかないかですよねで10分頃に終わってみんな席を立ってどろどろ入り口出口の方に行,行きかけた時に原爆が落ちたので光というよりかあの今はあれですけど昔は写真たくのあのマグネシウムをご存知ですか。そこう煙がバーっと出ま うん、ああいうのが窓ガラスのとこでで起きたんです。ガラスが壊れてシャンデリアが落ちて、まあ、その瞬間を覚えてないですけど、まあ、とにかくみんなしゃがんででこうふわって出たんですからねだから私は傷一つしてませんが私の隣のお友達はシャンデリアの下敷きであっちこっちこう傷してましたね。 やっと外へ出たら一番先に出た人が公陵の公陵って今電車通りまで行って県病院の前のでこういうのを見てあの、まあ「とにかくすごいことになっとるんよ口では言えない」言ってたんです。で私たちは学校の先生が「表出たらいけません」言われるから出なかったんです。でそのうちに あ旦那に暁部隊の兵隊さんのちょっとこうあの分室があってであのそこへあのけが人をみんなが運ぶようからこういあの担架がないから溶いたなんかに乗せて運びかけたんです。で,でもうちゃんと行ってる人は行ったんです私たちは遅かったんです。で運運びか運びかかけたら さんそれどこじゃないよお父さんが来とってよいうことで行ったら父が築山のところでこうやって座ってたんでこうやけどしていやもう印象とか言うかそれこそお父ちゃん言うて抱きついて泣いたと思いますね。ここから上はやけどしてないまんですが、こうっとそれから 前はあの市役所行くんですからねもうワイシャツだけになってたんです。でズボンは陸軍のズボンですが、ここにこに厚い帯がありますよねそこは焼けてなかったってとにかく下も軍,あの軍隊のあれですから焼けてなかったんですが、まあ、とにかく顔をからってからでその時はまだ真っ赤でしたね。まあ、とにかくまあ驚きとあれとで。 あのそしたらあの生徒の家族は作法室で寝させてあげなさいということであの畳の部屋があったんです学校の門入って右側ですかねそこへ父を集ましてもらいましたもうあの市役所から市役所の時に自転車で飛ばされたんだと思うんです。だからあんまりこう 意識がななかったように思いますね。んて言うんでしょうかねもうもうおろうとしてたんだと思うとにかくあの千田町の電鉄のとこを通ったら父があの買ってあげた母のパラソルがあったんですそれがあったからあもう母は死んだと思ってとにかくじゃあこの美代子を探しに行こういうので乗船まで来てくれたんです。子は、うん、は田舎だし、で弟弟上の弟はあの。あ 学童疎開だしで下の弟はあの紙深かで留守番だし、まあ、とにかく一番心配だったたんんででししょうね。で探しに来てくれたんです。看病言ってもやりようがないんです全身やけどだからタオルで冷やすこともできないしうちわもないしあの下敷きですか学校のあれでこう仰ぐぐらいしかできなかったですね。 その日はもう赤いかったですけど2日目くらいからだんだん黒くなって今でも私に涙が出るんですがあのアスファルトの工事してますでしょで黒いでしょココでこぼこであの通りなんですよでそれを私たちは道路を踏んで歩かない,といけんからその時に涙が出ますでこうでこぼこがある間にウジ虫が湧くんです。 とにかくこの辺を一番取らんと鼻とか口に入るからい,いんでで割り箸もなかったの割り箸を片一方分けてもらってこう折ってでそれであのとにかくこの周りに絶対に虫が来んようにもう一生懸命取ったですねはいそれはねウジ虫が湧き出したのは三日四日目ぐらいからですかね。うん 私は父がだから看病しなきゃいけないしで芸備線は通ってないし自然も何もないしでその日はの多分私はね6日7日7日8日の日かなんかに朝早く出てあの芸備線が通ってないからとにかくこの自然の あれをんですか鉄橋を渡ってそれから府中からずっと野外へ抜けて野外から行ってあの,あの頃、ろ田尾があるんですよね矢口の田尾とか久村の田尾とかいうのをずっとこうってで風化へ入って自分の家まで行ったら下の弟がいてお父ちゃんがこうよ言って「私はもうすぐ帰るからね」言うて私引き返したんで,すで弟にだけそれを言って。 で妹は、ね、知ってたんですあの私が父がどうして誰が言ったのかお姉ちゃんは早いこと連絡してくれたのでその当日すぐあのお父さんが女性にいるよっていうのを妹が知ったんですでそれどうしていたら「お姉ちゃんが言ってくれたんよ」って言うんだけど私どんなふうに連絡したか覚えてないんです。うん ところが母がいないんですよね。で、母は火傷したから、あのお茶の先生が藤崎におられてまあ、とにかくあそこなり焼けてないからいう味であそこへ行って。あので、母はあの美代子はこう。宇品だから学校焼けてないから大丈夫だろうというので、もう横目で見て藤崎行ったんです。で、藤崎で一晩泊まって、それから歩いて。 なんか深川へ帰ってきてそこで弟から「お父さんがこうよ」って聞いたのです <laughs> で妹と一緒に夜トラック軍用トラックかなんか乗せてもらってあの来ました学校まで父のところへだけど火けがあんなに怖いものとはまあとにかくあのアスファルトの焦げたようになるんですからねガチガチにそれにムジムシがいっぱいもう本当。 アメリカが憎いとかかも何も思わなかったです父が助かってくれればいいとばっかり思っていた。だんだんこう言うことが現実的でなくなってきれいな花が咲いているとかねだから多分極楽へ行ったと思うんですけどね4人の名前をねみんな呼んでねであの上の弟はいませんからね 紹介してるからで呼ばれるとここにいるよここにいるよってみんなが言って、うん、で吉成っていうんだけど吉成呼ばれたら下の弟がここにいるよ言って二人分の返事をしてましたね、うん、で十四日の多分午前中だったと思いますねであの今女子大の図書館が建ってるあたりがあの なんて空き地だったんですね。でそこであの兵隊さんがいろんなあの木をねたくさん持ってきてくれて組み合わせて焼いてくれたんです。でその母の様態も軍医さんが私たちをよ別に呼ばれてお母様も危ないですよ言って言われた。だからは両親を失うかなと思って妹と二人でわんわん泣いたです。電統、うん、で焼けとしてず音焼けとしてそれから あのこの辺もずっとやけどて火傷してたんだけどあの祖母と2人で、ね、家にねポマードがあったんですってでとにかく油みたいなものとにかく塗ろう言ったように2人でポマードを塗ったそうです。それが良かったんだということなんですけどねあの傷がなかったですねあと、うん、で。 今がちょっとあの日本は大変平和で幸せだからあの何ですか改ままってなかなかか考えられませんよね。ただああいうニュースなんか見ると「どうして戦争なんかするんかね」言って上の人のお考え方がこう日本を不幸にしますよね。で私今の安倍さん見てると。 ああほんとみんなが戦争反対と叫びたくなるだろうなと思いますよ。んとね、私はも,もうそんなに長くは生きんけど後のね息子たちがどうやってこう平和なこう生活がしていけるんかなと思ったら孫やらあくにひ孫の写真があるけど、まあ、平和を願わずにおれませんよね。んと私たち次次のの世世代、次の世代に そのの戦争の苦しかかったこととかね、それをあの伝えてそりゃ世界のみんなが平和に仲良くっていうのも難しいかもしれないけどとにかく誰かとだけでも手をつないでね同じこう意思というか希望というかそういうものを持って、うん、それで。 少しででも平和にね寄与できたらと思いますね。うん、口だけではなくてねとにかくなんとか、うん、誰も誰もじゃないけど一人でも傷つかないようにするのには、うん、まず、まあ、私らだったら家族から守っていかなきゃと思いますね。